バツつけたじゃん、先週の放送で。つけました。で、月曜だったかな、あの名古屋で、あの急遽ウォータースライダーを滑ることになったんですよ。そうそうそう。で、じゃあ脱いでくださいって急になっちゃって、マジっすかなんつって上着脱いだのよ、俺。そしたら春日もついたら思いっきり乳首にバツついててさ。邪魔だったわ、あれロケの前。なんでですか、乳首にバツついてんのってなったら、邪魔だわ、邪魔だわ。いやいや、あれはね、いや逆にそこをね、潰してもらいたかったのよ。若林さん、これ何って言ってラジオでって言ったら、ね、ずっともう、くっきりついてたから。今だ、今ちょっと薄くついてでしょ。これよりも、だって開けてさ、二日後ぐらいなんだからさ、それついてるよ。だから、全然若林くんがね、これをいじらないから、もう一回この寄ってかないからさ、もう、あえてこの右乳をこう、結構若林くん寄りに見せたりとかね。してた。あれ気づいてねえのかなと思って、ここでぐーってやってたんだけど。それは、アイコンタクトできてないわ。俺は、なんかその、いじっても、伝わりづらいし、そんな急にテレビで、いや、実は僕らラジオで乳首にバッテンつけたんすよ、つって、これ説明聞かないじゃない。で、聞かないけど。受けないし。そう、それはわかるんだけど、そのほら、周りのスタッフさんもまあいるじゃない。その人たちがまず納得するためだけでいいのよ。これ何ラジオでつったら、周りの人たちもさ、不審があってそのカメラとか回してる時間が耐えられなかったから。何あのパーツ。自分で面白いことで買ってきたの？これさ、油性じゃないじゃん。そう、油性じゃないんだけど、時間経つから落ちなくて、顔にも書いたじゃない。だあれ、放送終わってさ、下のね、その、1階のトイレでやっても全然落ちないのよ。おいで、ダメだと。水性なのに落ちない。多分なんか水分が飛んだから、油性と同じ働きになったんじゃない？バッテンも思いっきりついたまま。水分が飛んだから？お前何言ってんの？いや、水性論、おかしいこと言ってないだろ。毛穴の奥の奥に入り込んでる。入ったのかな、下でゴシゴシ全然落ちないからしょうがないから、そのまま帰ってさ、で、次の日学生ヒーローでテレビ朝日行ってさ、おいで、まあね、行きは、もうしょうがないからマスクしてさ、行ってさ、で、楽屋に挨拶来てくれたんですよ、共演のアナウンサーの方が。で、その時もすっかりさ、自分でバッテンつけてること忘れててさ、マスクも取って楽屋にいる状況だからさ、普通に挨拶してさ、向こうもびっくりしたのね、顔にバッテン完全つけてさ、おはようございますって。で、メイク室行ってさ、メイキャップ落としで、あのシートの。全然落ちないのよ。やっぱ落ちない？落ちない。なんで？メイクさんも不審がそこで説明してさ、ラジオでつって言って。まあ、ウケないよ、そんなもん。してなんかいろいろ奥からオイル、クレンジングオイルだとか、洗顔とかいっぱい出してくれて、んで、洗ったけど落ちないから、もう爪でやってみたらどうですかみたいなこと言ってさ、爪でこう引っ掻きながらこうやってさ、したらこの引っ掻いたバッテンがついちゃった。しばらく。もう随分かかったんだから。お前最近さ、その、ちょっとな、2週3週前だけどさ、エンジンがかからないから押しがけしてたらさ、コンビニついちゃったとかさ、帰ってたらバツついちゃったとかさ、お前なんかグラデーションでその色になるオチ、凝ってるだろ。凝ってないよ。いや、オチとか真実だもんな。あ、そう？大変だったんだよ。でもね、乳首にバツついたままウォータースライダー前向きにね、うわーとかで滑ってくるんすよ。ザバーンつって、ウィーとか言ってんのに乳首にバツついてるから。でもあれさ、オンエア見た人さ、お前の乳首にバツがついてるわけじゃん。だからさ、なんか、よくさ、なんか今ないけどさ、SM の人がさ、豚野郎とか背中に書かれたりするじゃん。ああ、するね。なんかね、そういうことを、メス豚みたいな。だからお前そういうプレイで、乳首にバツつけられて、っていうのが落ちてないんだみたいに思われるかもよ。いや、それは、その、もしかしてあの場のスタッフさんが思ったかもしれないよ。いや、視聴者に思われたらまあいいよ。身近なスタッフに思われるのはちょっと。視聴者に思われるのまあよくはない。いいよ、視聴者なんかいいよ、別に。あ、そうなの？それちょっと潰してもらいたかったんだわ。いや、俺言うのが難しいなって思ったんだよね。いや、もちろんだからね、確かにその若林さんの気持ちもわかるよ。いじったところでっていう。私としたらさ、そう自分から言い出すわけにもいかないしさ。その場のさ、スタッフさんとか、共演のね、アナウンサー、共演のアナウンサーとかに、
そう、なんかあれ罰ついてるってうっすら思われてるのがもうどうにも嫌だったわけです。あ、そう、うん、いやー、そんな落ちない、落ちないの、まだ落ちてないの、水曜これでも風呂入ってるからね。なんだろう、で、ほら、なんだろうね、そのさ、ウォータースライダーの時もあの後風呂入ってる、うん、お笑いウォータースライダー春日とちゃんに、お笑いウォータースライダー、んあ、ちょっとやばいんじゃない、チャレンジできる、ちょっといい、一回ウォータースライダーのところ、うん、もし言えてなかったら、あ、これあれだな、うん、いや言えてるよ、ちょっとごめん、うん、言えてるって、そのさ、ウォータースライダーの時もあの後風呂入ってる、うん、お笑いウォータースライダー春日とちゃんに、お笑いウォータースライダー嘘だろ、ウイロー名古屋だから、名古屋だったからロケがウイローって言って、ちょっともう一回いいですか、すいません、うん、お笑いウォータースライダー、うん、ちょっと、ウイローとは言ってないけど、ちょっとウイローっぽい感じで入ったね。ちょっとこれは、チクチク。スロイダーっすね。もう一回スロイダー、ちょうだい。ウローターで一回こけて、もう一回こけて、スローダーで、うん。ちょっと聞いてみます。お笑いウォータースロイダー。ちょっとこれ、カナダチクバトですね。ウロータースロイダーだって。俺はもう一回噛んで。いや、ちょっと待ってくれ。竹伐のまま渡米できないって。そんな、どんな顔して飛行機乗っていいか分かんないよ。そんな、きついってさすがに。アメリカで裸になんないだろ。いや、分からんよ。分からんよ。じゃあ、アメリカで裸になったら、うん、いじってくれよ。いや、明日の仕事で裸になる仕事ある。うん、明日ない。あ、じゃあ大丈夫ですよ、じゃあ。いやいや、そういうわけじゃないじゃない。そういうことじゃないじゃない。うん、いや、でも、これは俺が言われる筋合いないのよ、うん、お前スロイラーしてんだから。確かにね、うん、その前はウォータースライダーって言えてたのよ。あなたがその突如さ、お笑いウォータースライダーって言え、いや別にじゃあ俺が肘肘って10回言わして、じゃあここはとか言ったわけじゃないよ。俺は別にお笑いウォータースライダーちゃんと言ってる。でもその前誘導があったな。いや誘導がないよ。髪の誘導があった、かませるための、え、誘導があったよ。いやいや、ダメでしょ、それは。これは良くないよ。いや、これは竹伐ですよ、これ。いや、竹伐。人生間違いない。いや、勘弁してちょうどよ。これは来ちゃったよ。また落ちねえぞこれ、1週間ぐらい落ちねえぞこれ、落ちねえんだよ。いや、ちょっと勘弁してちょうよ。だからもうこれの、このもう渡米ですよ。渡米の上スーパーボールをこのままもう解説ですから、うん、あ、そう、うん、で見てる人は、うん、ね、スーパーボール見てる人は、竹伐の状態なんだなと。竹伐で、よーしとか言ってるんだなって思ってもらったら、うん、より一層楽しめるんじゃないでしょうか。いい加減にしろ、お前。いや、私じゃないだろ。なんだよ、乳首に罰書く罰ゲームって。いや、ちょっとね、うん、あの、アメフト流行らすために我々も頑張ってきますから、うん、見てください、皆さん、ぜひ。そうね。日テレ。ね、うん、日テレジータス、うん。ハーフタイムショービヨンセ出ますからね。すごいよ。うん、それだけでもすごいでしょ、うん。去年のマドンナもすごかったけどね、うん。うん。ぜひ見てくださいね。そうでゴンスな。はい。オードリーのオールナイトニッポン。ちょっとあのメール来てまして、うん、ラジオネーム茶釜さんなんですけど、うん、最近ジングルにもなっている春日さんのお乳を拝借ですが、実際の放送の中で三三七拍子でと言いながら、うん、ジングルでは三本締めになってしまっていると思いますと、うん、もう何週も経ってしまったことですが、あの時の放送を確認されてみてはいかがでしょうかっていうのが来てるんですけど、春日さん、この件に関しては三三七拍子じゃないってこと？三本締めになっちゃってるっていう。三三、どう違う？やばい。全然、分かってないかもしれない。三三七拍子は、タンタンタン、タンタンタン、タン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 ですよ。うん。私は、それが、よー。うん。ちょっと聞いてみましょうか。違った？
放送を聞いてみましょう。うん。景気よくさ、うん、なんか337拍子っていうかさ、うんうんうん、ちょっとやった方がいいんじゃねえか。まあまあいいんじゃないですか、うん、一発目だし。じゃあ頼むわ。337拍子。337拍子ね、うん。一本締めとかじゃなくて。うん、言いますね、始めようってことで。ね、肌寒いですが、ちぶさの方を拝借。よー。三本締めか。ああ、これ三本締めだし、プラス、うん、4回叩いちゃってるようなところもある、ね。もう、よ一つっても言ってるし。いろいろよ一つも。いろんなことが詰まっちゃってる。これはちょっとその、乳罰ですね。いや、もう乳罰されてるじゃん。いやいや、逆の乳首も出してもらって。いや、もういいって、逆乳はさ。いや、だって、どう、じゃあ、落とし前どうすんのよ。逆地区だな。でしょ。だって茶釜にこういうのメール来てんだから、じゃあこれで、うん、これで手打ちにしよう。オッケー。うん。コロナの件はいいんだっけ、そういえば。あれは罰いいね。あれはいいや、出さない。あれはいいか。うん。じゃあもう一回出してください、うん、そっちの方も。おい、左もかえ。で、それ、間違えてんだから。左もかよ。それは左はもうこれタンクトップをずらさなきゃいけないからね。ああ、そうかそうか。うん。うん今ちょっとやめて落としたの。おい、落としたの。ちょっと今ピリって言ったよ。脇の下のとこが。まあ自分のせいなんだけどさ。じゃあちょっと書きますよ。うん、俺も書きたくないんだからね、本当は。見たくないんだ、こっちだって。男の乳首をね、こんなペンで。書きたくないんですよ、これ。ちょ、ここに寄せてください、ここにね。はい、もういいか。ね、いきますよ。これなんて書かなきゃいけないからな。アメリカのシールじゃないけどさ。ラジオで頼むよ。このラジオでタクシー の運転手さんの乗客どうすればいいんだよ。私も声出したくないから口押さえてたんだけどさ。どんな風に聞こえてんすか。ちなみにこれ放送できる感じに聞こえてんすか、うん、なかなかこんなラジオないぞ。いや、わけわかんない、ここだけ聞いたら。本当だよ。そのチューニングが合ってないと思うよ。1243かなとかいろいろ変えてる人いるかもしれない。うん、よどうでもさ、うん、体に何か書くなんていう笑いってレベル低いよな。いや、低い低い。低いよ。俺もあれ、もう今でも思い出すけど、もう館山中二の時臨海学校行ったのよ、うん。で、寝てる間にさ、落書きとかしたりするじゃない、当時。ね、うん。で、朝飯をね、臨海学校でね、うん、朝飯食ってたのがあぐらかいて。あぐらかいてさ、うん、焼き魚食ってたらさ、うん、ショートパンツ履いてたんだけどさ、うん、ショートパンツのさ、うん、横からさ、ぶっついチンコが、マジックで書かれたぶっちゃい金庫が書いてあんのが。いや、なんか、それと全く同じだよ。レベル的には。で、うん、足の横見たらナイキのマーク書いてあるしさ。何なんだ、あれ、あの笑い。全く変わってないよ、34分。このショートパンツのスカーからぶっちゃい金庫。
くだらねえな本当に。まあ面白いけどね、いくつになってもな。ということでラジオネームちゃがまさん、今ちくばつしたんで許してください。うん